サザーランド公爵夫人、第十九代サザーランド女伯爵、エリザベス・サザーランド・ルーソン・ゴアは、イギリスの貴族。1765年5月24日、スコットランド貴族の、第十八代、サザーランド伯爵ウィリアム・ゴードンとその妻、メアリーの次女として生まれた。姉に、キャサリンがあったが、この姉は創生した。百六十六年六月十六日に、父が死去したが、 父には男子がなかったため、彼女が父の保有借位のうち女系継承が可能だった第19代、サザーランド伯爵くらいと伯爵家の所要を継承した。この相続をめぐっては争いがあったものの、1771年の貴族院の決定で彼女が継承者に決まった。1785年9月にスタッフフォード公爵家の着難であるトレンタム史爵、 ジョージ・リューソン・ゴアと結婚した。1790年に夫が中フランス大使に任じられ、そのため数年をフランス革命直後のフランスで過ごすことになった。フランス滞在中フランス王妃、マリー・アントワネットと親交を結んだ。サザーランド公爵家が所有する100万エーカーに近いスコットランド公地帯の所領の開発を熱心に推進した。開発に反対する。 地元小作人について彼女は息子に宛てた手紙の中で動物以下の存在と見下している。退仏戦争でサザーランド公爵家は第93連帯の編成を担当したが、王将を無視している小作人が多いことへの不満もあったようである。1839年1月29日に死去した。夫の初代サザーランド公爵、ジョージ・リューソン・ゴアとの間に、 以下の4項を設ける。ありがとうございます。